こんにちは、日本海賊局靴沢と豊島支部長斉藤俊彦と申します。私は去年の7月まで、豊島区議会議員を務めておりました。豊島区議会時代はですね、共産党の真実の姿を議会で言い過ぎまして、なんと47年ぶりの議員懲罰委員会というのにかかってしまいまして、今ですね、NHK 党のガーシー参議院が懲罰委員会にかかって除名になってますんで、皆さんご存知、議員について、罰するのは懲罰委員会だという知識がですね、浸透していることかと思いますけれども、私は共産党は危険だ、滅ぼすべきだ、本当のことを言ったらですね、47年ぶりに懲罰委員会を開かれて、しまいました。まあ結果は無罪放免であったんですけれども、その懲罰で謝るっていうのがあるんですけれども、私は委員会が開かれる前に私は絶対に謝らないので、もしそうなったら除名してる、こう言っておきました。さて、4月1日から NHK に契約していない人に割増金ということで受信料の倍取るよというですね、ことになってしまいましたけれども、 NHK 経営委員会の議事録を見ますと、まあ、最初から割増金はやらないと、説得という名の嫌がらせですね、これを続けてですね、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月契約してくれない人に割増金を貸すというような経営委員会の説明でありました。さて、どういう人が未契約で割増金を食らうのかと申しますと、これは NHK がこの家にはテレビがある、 NHK を見れると証明できる世帯が危険であります。割増金を課される可能性があります。2つのパターンがあります。1つはですね、契約してくださいっていう邪魔の表示ありますよね。で、この邪魔の表示を消すために NHK に電話して住所、氏名、そして表示されている番号を言ってしまった方、1つ目。2つ目はですね、豊島ケーブルテレビとかですね、 J-COM であるところのケーブルテレビ、ケーブルテレビと NHK は実は通貨であります。情報システム共有してまして、ケーブルテレビ各社の顧客情報は残らず NHK に瞬時に同時に行くことになっております。そしてですね、ケーブルテレビに契約しているイコールテレビがあるということになってしまいます。ですので、この2つのパターン、ケーブルテレビに契約している方、 NHK に住所氏名を連絡してしまった方、こういう方以外は割増金の心配はありません。いくらですね、玄関先でテレビの音声が流れていたとしてもですね、YouTube かテレビか NHK は証明することができません。ですので、4月1日から NHK 割増金始まると言っておりますけれども、全く心配することはありません。ただこの2つのパターン、ケーブルテレビに契約している方、 NHK に住所氏名を連絡してしまった方、この方はですね、どうすればいいかと言いますと、テレビを捨てましょう。もう NHK のせいでテレビ捨てたって方たくさんいらっしゃいます。私もですね、20年ほどテレビのない生活をしておりますけれども、全く1ミリも困りません。ネットにですね、映像が無限に転がっております。月に440円出すと D アニメというドコモグループがやってる、アニメのサービスあるんですけども、これ見切れません。月440円で見切れないほどのサブスクがやっております。ですんで、ケーブルテレビに契約してしまって NHK の割増金がこうだとは、もうテレビ捨てちゃいましょう。テレビを見ないとですね、余計な物欲を煽られずにですね、非常に情緒が安定いたします。テレビでですね、素晴らしい旅行だの、素晴らしい商品だの、見せ続けられると、どうしても買えない自分、全て手に入れられない自分、欲求不満になってしまいます。他にもっといい世界があるんだと、これでもかと見せつけられて、情緒が不安定になってしまいます。テレビを捨てると余計な物欲煽られませんので、情緒が安定いたします。皆さんに非常におすすめです。豊島支部長斉藤俊彦、もしですね、議員になれたならば、共産党の真実を喋りまくってですね、懲罰委員会にかかってもらおうと思っております。1年ぶり3度目ぐらいですかね。皆様お見知りおきください。よろしくお願いいたします。